さあこれから5回の表智弁和歌山の攻撃を迎えますが、この攻撃の前に一塁側のダッグアウトの前で円陣を組んだ智弁和歌山、その中で高島監督かなり厳しく選手に何かアドバイスを送っていました。これはやはりもうバッティングに関することだと思いますけれども、そうですね、2点は先制してるんですが、何かこうスカッとした2点ではないんでね、ここまでね、タイムリーじゃありませんよね。そうですね、2番の坂本からです。センターフライと送りバント、さあ裏を返せばこの小川のピッチャーの若林がよく粘りながら投げているということですかね。ランナーを、ね、背負う場面が続くんですけれどもね、はい、その後後続をうまくこう取ってますよね。もう2回以降は毎回得点圏に、ね、ランナーを背負ってのピッチングなんですよね。緩急をつけながらね、タイミングを外しながら、ですから小川の浜口監督としてもこれ4回終わって2対0というスコアは若林よく頑張ってるぞというところでしょうね。そうですね、十分計算通りと言えるんじゃないですかね。キャッチャーも非常にいいリードをしてますよね、はい、若林、乾という、まあ、去年からのバッテリーです、まあ、去年からのレギュラーが6人残っている小川高校。さあ面白いぞ、ファースト取る、ピッチャーベースカバー、アウトです。先頭バッター打ち取りました。2回、3回、4回と先頭バッターが出ていたんですが、この回は打ち取っています。やっぱり智弁はこの2番、3番、4番、ここの辺りでしょうね、はい、どうも調子良くないですね。3番の大倉もここまで3試合目なんですがヒットが2本です。初戦の田辺戦ライト前、3回戦のみなべ戦がレフト前と1本ずつ放っています。この試合3つのフォアボールを出しています。初回から全く表情を変えずに淡々と投げ込んでくるマウンド上の若林、4つ目のフォアボールを与えました。まあ、そのフォアボールの出し方なんですけれども、単にコントロールが悪いというのではなくて、やはりこう強打の智弁打線ですから、はい、際どいコースを突いていこうという気持ちがあるからでしょうね。決してこう逃げているようなピッチングではないように見受けられますよね、はい、非常に丁寧に丁寧にという結果だと思います。天野の一撃です。レフトが追いかける、取りません。おっと大丈夫でしょうか。レフトは松本、今日の君井寺球場、まあ、本来の風といいましょうか、右から左に吹いています。少し強めになっています。今大会前半は非常に強い風の影響で、まあ、ホームランの数も少ないんですが、今日は右から左に吹いている君井寺球場。いい当たりですがセカンド正面、4、6、3と当たってダブルプレー。ここはクリーンナップを打ち取りました若林、バックもよく盛り立てています。5回の表智弁和歌山無得点、2対0です。5回の裏小川高校、この回は5番の西岡からの攻撃を迎えています。初球はストライク、投球は2球目です。これで2ストライクになります。まだ小川高校ヒットはありません。バッターボックスの西岡が2回にフォアボールで出塁して以外ランナー出ていません。3球三振、これが早くも7個目の三振。いや落ち着いて、そしてこの投球なんですが見事ですね。今日は今完璧に近いですね、はい、ランナー1人ですか。1人ですね、フォアボールだけね、はい、ノーヒットですね、はい、
今日レフトのポジションに起用されました松本です。だんだんね、振り遅れてきましたよね。序盤はね、まだね、負けてなかったんですけど、ここに来て遅れてますよね、バッターがね。投球数が増してくるごとに肩も十分温まってきて、余計にボールに伸びがね、出てきたような感じがしますね。尻上がりに速くなってますよね、はい。4回までで59球を投げています土井です。ショートの正面です、島です。一塁に送ってツーアウトです。守備の要はショートの島です。坂本、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。さあ初ヒットになりますか。センターの前に落ちました。7番の坂本、古川高校初安打です。土井の投球に負けていませんでした、ね、外側の決して甘くないボールですけどね、よく食らいつきましたね。やっと出ました。2年生で唯一のレギュラーであります坂本がヒットを飛ばしまして、ツーアウトランナー一塁、バッターはピッチャー若林。お、セーフティーバント、大倉取る、一塁ワンバウンドアウト。初球から、まあ、揺さぶろうというバントでしたけれども、ここは落ち着いていました智弁の守り。さあゲームの方は前半の5回を終了しました。2対0、智弁学園和歌山高校がリードしています。